また来たのー。では、このように、カメラをセッティングし、カマノスケが捉える様子を、撮影したいと思います。ここに植えてあるこの植物、何かわかりますか？こういう水の流れを見ると、なんかワクワクしませんか？お、いい感じに蒸し上がったね。どうでしょうか？ちょっと食べてみます。お、おお、食べました。やっぱりピョンお玉は早いなー。はい、どうぞ。あらー、ちょっとちょっと、びっくりしちゃったの？カマノスケー、サングラスかけたみたいでかっこいいね。こんにちは、おたま日記です。うん、障子を開けると、あの子を、あの子がいるー。こちらが、庭を通りすがる野良猫の一覧です。あの子は、そのうち毛並みが茶色の茶族に属する野良猫です。また来たのー。最近、あの子は毎日のように来ているよね。最近は、この縁側の上がお気に入りらしく、気づくと縁側の上で寝転んでいます。あの子は、もふもふでまるっとしたところが可愛いですよね。いつもそばまで来て、こっちの方は気にしているんですが、まだ一度も触らせてくれません。あの子を、いつか心を許して頭を、撫でさせてほしいなぁ。うん、こっち見てるねー。あの子を、あや、あっち向いちゃった。気を許してくれるのは、まだ先みたいだねー。同じ日の夜です。見てみると、あれ？ああ、今度は、ウッシーがいます。ウッシーは、毛並みが白黒の白黒族に、属する野良猫です。ウッシー、網戸の外から家の中を覗いてるじゃん。何やってんのー？なんかじっとこっちを見つめて、何か言いたいみたいですね。ウッシー。ウッシーも可愛いなぁ。オンブバッタを捕まえました。この時期、オンブバッタがたくさんいます。比較的捕まえやすいので、カマノスケのためによく捕まえています。よーし、カマノスケー。オンブバッタを、あげるよー。ケースの上に隙間を開け、オンブバッタを入れてあげます。よし、うまくケースの中に入りました。このケースは、ケーキが入っていたケースを、カットし、網戸を張った自作のものなので、蓋の開け閉めがちょっと大変です。ここにオンブバッタがいます。まだカマノスケは気づいていないようですね。では、このように、カメラをセッティングし、カマノスケが捉える様子を、撮影したいと思います。カマノスケー。捕まえられるかなぁ。早いー。カメラの角度を調整していたら、もう捉えちゃいました。早いよー、カマノスケー。蓋を開けて、タイムラプスで見ていきましょう。うん？あれ？急に蓋がなくなったので、気にしているようです。全く動かないですね。タイムラプスで撮影しているのに、静止画のようです。カーマーノースーケー。食べないのお、おお、突然食べ始めましたね。食べ始めたら一気になくなっていきます。オンブバッタくん、ありがとう。毎回餌になってくれる虫たちに、感謝ですね。さあ、食べ終わります。ごちそうさまだねー。カマノスケー。8月15日、今日も雨が降りました。先日に続き、結構強い雨ですね。庭に出てみます。庭の通路にも水が溜まり、ぬかるみになっています。ここに植えてあるこの植物、何かわかりますか？これは、ヒメイワダレソウという植物です。成長速度がとても速く、踏みつけにも強いので、芝生に変わるグリーンカバーとして、注目されているそうです。庭の通路は、雨が降るとすぐにぬかるんでドロドロになってしまうので、それを解消するために植え付けてみました。
悲鳴は誰そうが土の部分を覆ってくれれば、ぬかるみも解消すると思います。悲鳴は誰そうは、このように小さい花も咲かせます。いつか、綺麗なグリーンカバーになるといいなぁ。ちょっと庭を歩いてみましょう。水はけを良くするために、通路の横に溝を掘りましたが、普通に小川になっています。こういう水の流れを見ると、なんかワクワクしませんか？水辺にはいろんな生き物がいるので、水辺を散策するととても、面白いです。もちろん、この小川は、雨が上がると枯れてしまうので、水生生物はいないんですけどね。でも、なんか水の流れを見るのが好きです。水辺で遊んだ子供の頃の、記憶が蘇ってくるからかな？降った雨が地面に染み込み、庭の生き物たちの命を潤していきます。8月16日になりました。ひまわりがかなり大きくなりましたね。これは、2ヶ月前の映像です。双葉が出たばかりです。間引く前ですね。まだ高さは数センチしかありません。この後、1本だけを残して、間引きました。間引いた後、こんな感じです。こんなに小さかったのに、あっという間に背の高さを超え、もう屋根の高さに届きそうです。こちら、先日収穫したカボチャです。以前の動画で成長の様子をお伝えしてきましたが、生ゴミに混ざっていた種から芽を出したカボチャを育てていました。最初はいい感じで育っていたのですが、長雨が続いたせいもあって、うどんこ病にやられてしまい、葉っぱがほとんどなくなってしまいました。でも、一応3つだけ収穫できたので、ここに置いておきました。カボチャは、収穫後、しばらく置いておくと、糖度が上がり、さらに美味しくなるということなので、しばらく待っていたんですよね。切ってみると、見た感じは、普通。いや、種の入り方がいびつなような気がします。やっぱりうどんこ病で葉っぱがなくなったので、成長が阻害されてしまったのでしょうか。で、これは蒸し野菜にしてみました。いい感じに蒸し上がったね。どうでしょうか。ちょっと食べてみます。甘みが、なーい。ホクホクはしているけど、やっぱり成長不良が影響したのでしょうか。残念。8月17日です。こちら、土を掘ったら出てきた幼虫です。おそらくセマダラコガネの幼虫だと思います。なんでわかるのかって？実は、去年の冬から今年の春までこの幼虫を育てて観察してみたんですよね。コガネムシの仲間は、幼虫時代は見分けがつきませんが、成虫になると区別しやすいんです。コガネムシの幼虫の観察記録は、まだ編集していませんが、いつか編集して投稿したいと思います。かなり先になるかもしれませんが、いつか投稿しますので、興味があれば、ご覧ください。ちなみに、このセマダラコガネ、幼虫時代は野菜の根っこを食べてしまうので、害虫なんですよね。申し訳ないですが、見つけた時は、このようにピョンオタマのご飯になってもらっています。ほらー、ピョンオタマ食べてごらーん。食べました。やっぱりピョンオタマは早いなー。さらに、もう一匹あげましょう。ほらー、ピョンオタマー、もう一匹あげるよー。見せたら、すぐだねー。ピョンオタマはどんなものも、すべて丸飲みにしちゃうので、食事の時間は一瞬で終わってしまいますね。横でカマノスケが羨ましそうに、見ています。ごめんごめん。じゃあ残りの一匹、カマノスケにもあげるよ。っていうか、さっきでかいオンブバッタを、食べたんだけどなぁ。カマノスケは、大きな獲物も食べられるけど、ピョンオタマは口に入りきらない大きさのものは食べられないんだよ。でも、まあ、ピョンオタマも2匹食べだからね。残りの1匹はカマノスケにあげましょう。はい、どうぞ。ちょっとびっくりしちゃったの？
怖くないって、怖くないよー。釜の助は、本当にビビりなんだからなぁ。食べてごらんよ。美味しいんだよ。コガネムシの幼虫は、水分も多くて、タンパク質も豊富なんだから。あれ？釜の助？ピンセットにビビって攻撃した拍子に、ちょうど釜に幼虫が挟まっていますね。あらぁ。でも、釜の助は、まだ威嚇のポーズを、取っていて、釜に獲物が挟まっていることに、気づいていないようです。おい、釜の助怖くないよー。怖くないから。ちょっと右釜を、見てごらん。なんか挟まってるよー。ちょっとカジカジしてみたら？気づいていませんね。このまま落としてしまうでしょうか。おーい、カーマーのおすうけー。気づかないねー。もうお、気づいた？ペロペロし始めました。おお、そして、食べ始めました。ほらねー、美味しいでしょ？っていうか、釜の助にとっては、いつの間にか気づいたら釜に、餌が挟まっていた感じですね。その後、腕が疲れてきたので、釜の助は、下に置かせてもらいました。いやー、ずっと手を同じ角度にして、動かさないようにするのって、とても大変ですね。数分で腕がプルプルしてきます。今の釜の助にとって、セマダラコガネの幼虫は小さすぎたので、ちょっと持ちにくそうでしたが、ちゃんと最後まで食べてくれました。ごちそうだまだねー。釜の助ー。そして、餌になってくれた幼虫くんに、感謝です。ほらー、釜の助ー、美味しかったねー。ちょっと手の上に乗せてみます。釜をペロペロして手入れしていますね。かわいいです。あれ？釜の助の目の色が左右で違いますね。向かって右が黒く、左は白っぽいです。大丈夫かな？2時間後の映像です。目の色が変色して少し心配でしたが、釜の助の様子を再び見ると、目が両方真っ黒になっています。そうか。さっきは、目の色が変わる途中だったんだね。左右で色の変化に差があったので、さっきみたいな状態になっていたようです。釜の助ー。サングラスかけたみたいでかっこいいね。カマキリは、夜になるとこのように目が黒くなります。黒い目は光を多く吸収できるので、夜でもよく見えるそうです。横から見ると立派な羽ですね。釜の助はちゃんと脱皮ができて、本当に良かったです。そして、こちらは、釜太郎ジュニアの卵です。これは、去年、釜太郎が11月13日に、頑張って産んだ卵です。もう10ヶ月以上経ちましたが、まだ生まれません。卵のままです。釜太郎ジュニアは、起きたくないんだよね。いいよ。寝てていいよ。気が済むまで寝てていいよ。起きるまで、ずっと、ここに置いておくから。釜太郎ジュニア。次回予告です。そろそろこのインゲン豆もおしまいです。撤去してしまいます。空いたスペースには生ゴミ堆肥を入れて土作りをしておきます。なんだー。君はー。うわー、でかい、でかいなー。あらー、うっしー。また来たのー。とわー、今日の玉ー。そして釜の助も。すごいねー。バクバク食べています。そろそろ釜の助の結婚相手を探さないといけないねー。それでは、今日の動画はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。